のようだ。こんにちは。こんにちは。特別展独眼流伊達政宗開催誠におめでとうございます。立花宗茂筑前に帰ってまいったぞ。ありがとうございました。福岡はわしの第二のふるさと。20歳までは立花屋の上司だったからの。そうだとの幼き頃の思い出も多いところじゃの緊張。お前のこと初めてお会いした時はまだセックママルと呼んでおっての。こんなに小さきか弱い男であったの。そうじゃった。そうだとは7歳ですでに上司だったゆえ恐ろしかったぞ。校長、お前様が立花家に婿に入られるまでは我は立花山の上司であったこと忘れるでないぞ。本当にいつもそれを持ち歩いてるのか、はい、確か当初では重要文化財だったと思うので頼むからしまっておいてくれ。あのスタッフ頼むわ。それでよい、それでよいじゃ。しかしお前様、こたびは大切なお客人をお迎えせねばなりませぬ。そうじゃった、そうだった。立花家とゆかりの深い伊達家の文化財をここ福岡市博物館で公開する特別展独眼流伊達政宗を応援するため、我ら立花宗茂そして妻銀蝶が筑後より参った。そしてさらに奥州は仙台よりこの特別展の主役である仙台の初代藩主伊達政宗さんをお迎えできることが相まった。そしてこの方がいなければ始まりませんな。ここ筑前が国主福岡藩初代藩主黒田長政殿も参入された。どうぞお越しください。だと中央院のもとは380年ぶりぐらいだったかな。いやーお前もしくない、本当に強烈しよう。ありがとうございます。来ることができて嬉しいございます。わしも嬉しい。黒田の築城の神殿では390年ほどであったか。そうじゃ、さようじゃ。そうじゃ、本日はよろしくさんじゃ。よろしくお頼みいたす。あらかましてだてもそして黒田長野、そして会場にお越しの筑前の皆様方、はじめまして立花家初代別居道雪様の娘銀千代にござりまする。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ福岡の地は我が父道雪様との楽しき思い出のある特別な場所でござりまする。ゆえに皆様方が共にここに立つことが叶い、これ以上の喜びはござりません。こたびは我が夫宗茂様と共に皆様方の前座として務めさせてまいります。我ら立花家中の義の心をお見せしたいと存じますので、後ほどどうぞよろしゅうお願いいたしまする。お頼みです。しかと拝見つかまつる。それではお前様、参ります。祭り囃子が聞こえていたぞ、銀千代。お前様、米を共に立花家がこの独眼流伊達政宗邸を盛り上げてまいりまするぞ。さあ皆様、手拍子を手拍子をお願いいたしまする。ありがとうございました。令和4年、待ちに待った福岡市博物館特別展独眼流伊達政宗中盤を盛り上げるのは我ら立花家中のステージじゃ。
舞台の幕開けはここにおられる皆々をこれから始まる立花家の宴にお招きする演舞、ようこそ。我ら立花家、三国最強の夫婦と呼ばれる宗茂様と我銀蝶の物語をもっと皆様に知っていただくために、そして伊達家、黒田家、立花家のご縁がもっと深まりますように、皆様と共に盛り上げてまいりまするぞ。さあ、皆様、ありがとうございました。議長、わしはここ筑前の国へ参ったら、ぜひ皆に問うてみたいことがあるんじゃ。またでござりまする。またじゃ。わしは父上に伴われて筑前の地へ参ったから、二十歳の頃まではこの地におったんじゃ。まあそれからだいぶ経つが、わしのことを覚えておる者がどれぐらいおるかちょっと心配でのう。こたびわしの甲冑も展示化され、安堵した次第であるが、念のため通ってみる。強くてかっこよくて優しい最高の西国武装の復活の武将、立花宗茂を知っておる者を面を上げよ。全員知っておるようじゃない、銀次郎。皆お声を上げておるからといって全員が宗茂様のことを知っておるとは限りませぬぞ。そういうものかな。お前様、案外承認欲求強めでございます。確かに伊達家、黒田家のように我ら立花家のことは皆様に知られておらぬやもしれません。故に我らのことをちと説明いたしまする。我らは筑後柳川の地を治めておった柳川藩主立花家の歴史資料をお伝えする立花家資料館のミュージアムキャラクター、立花宗茂君、銀千代姫にございまする。我は立花家初代弁慶道雪様の娘にして7つの年より立花山城の城主であった。そして立花家に婿として入ってこられたのがこちらの宗茂様なんです。わしは豊臣秀吉様九州平定の時、柳川に領地をいただき、柳川城の城主となった。関ヶ原合戦の時、西軍についたわしは一旦領地を失い浪人の身となったが、奇跡的にまた柳川の財務として元の領地に復活し、初代柳川藩主となったんじゃ。それから400年の時を経て、当世の若者をよりしろとし、このように現れ、皆様に立花家の歴史をお伝えしておるのでございます。こたびは宗茂様と共に特別展独眼竜伊達政宗展を盛り上げてまいります。我ら立花家中の歴史演舞、解くとこだわれ。何の緊張？お前様、太閤様より西国武装と呼ばれし我らだが、立花左近武将より源宗忠である。立花山城主となり、厳しい戦国の世を生きてまいった。修羅の場にありしも、闇の中にありしも、立花の義を拒むのにただ一筋の道を行くのみ。
13の年に宗重様の妻となり、共に立花家と両国の繁栄を願った戦いの生涯に悔いはござりませぬ。我が守護本尊月光の化身マリステイよ、ご唱和あれ。我らの魂を共に照らさん。鬼道節の娘にして立花山城主、宿戸柳川藩初代藩主立花宗茂、西国武装の誉れ高き武将立花宗茂が妻銀千代、我立花家中
辛くなどはありません。この仕事を別れるのは辛かろうが、関白様のご命令ではいかんともしがたい。分かっておりません。大名となった宗重様でございましたが、13年後、慶長5年9月15日天下分け目と言われる関ヶ原合戦を勃発、徳川家康様を総大将とする東軍、毛利輝元様を総大将とし、石田三成様を中心とする西軍が激突。その後西軍についた宗重様は大津城攻めにあって、戦場には間に合わず、わずか1日にして味方の敗戦を知ることとなったのです。西軍総大将の毛利輝元様に徹底抗戦を主張するも、聞き入れられず、やむなく九州は柳川へ戻ったわしは、苦々しい思いを抱えつつ、妻銀千代の松宮永の館を訪れた。九州の騒乱の中で道節様、常務様、二人の父を亡くしたとき、わしは20歳、銀長は18歳という若さで、立花家を共に背負っていかなければならなかった。その厳しい時代の中、いつの間にか二人の心はすれ違ってしまったのかもしれん。しかし、その夜、わしは銀長から立花の義という言葉を聞き、かつてこの言葉を説かれた日のことを思い起こした。幼い日の銀千代との出会いと思い出、婿として祝言を挙げてからの日、あの日の夜、私と宗重様は互いの心が固い絆で結ばれていることに気がついたのでございます。しかし私たちには時間が残されておりませんでした。慶長5年10月20日、西軍側であった宗重様は家康様から許しを得る条件として立花を軍勢を向けたのでございます。と言われし、我の名は立花左近の将軍源宗虎改め立花宗重、鬼道節の娘にして立花山城主、そして立花宗重が妻銀千代。バカな、鍋島直重が柳川に攻めてまいると思うか。お前様は柳川城に戻られて、鍋島黒田勢にお渡りくださいませ。私はこの館にて加藤勢に備えまする。お前だけで加藤清正殿の軍勢と戦うと思うんですか。なんという女子だ。もはや
生きてはお目にかかれるやもしれません。これが最後の別れと存じております。お前様、人に恥じぬ生き方をなされてくだされます。それだけが金千代の願いでございます。言うに及ばぬ。わしは高橋風雲の子だ。私は鬼伝説の娘でございます。朗読劇と工場 M が初披露できたのは誠に嬉しい。ありがとうございました。これよりは皆様お待ちかねの演舞の時間でございまする。まずはじめに奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊様の演舞でござります。どうぞ。どうぞ。やっ、奥州仙台おもてなし集団伊達武将。伝えるべく蘇りし、伊達の者の府この世に蘇りて12年、我が居城仙台城拠点にもてなしをいたしており、その12年の中で福岡市博物館にて演舞を披露するは初。こうして皆に会えて誠に嬉しき限りじゃ。今は声を手に入れたことで答えを見ろ。元気でおるか。暖かいの福岡は基本的にも暑いな。仙台に比べるともう汗ばむぐらいの陽気でございまするに。仙台を出てくる4日前、あっちは朝4度だった。なんだ、この気候の違いすらもやはり楽しきものよ。だから旅というものは良い。改めて我ら伊達武将隊は総勢7名、そのうちこたびは3名で参陣しており、ここにおるのはわしより18歳年上、幼き頃は貢献も務めた仙台城留水役伊達山決理の武将森は綱本。これなるはメキシコ、スペイン、イタリア、ローマへと旅をし、
世界へと伊達の夢を届けし、慶長剣王説朝倉六右衛門常長。じゃあおー、我が夢は平らかなる世の長寿、志すは民安らかなる東亜の都づくり。400年前民と共に森の都の礎を築くし、仙台藩初代藩主伊達政宗である。ありがたい限りじゃ、まさかこの筑紫の国で独眼竜伊達政宗特別展が開かれるとは。もう見てくれた者はおるか。神だという方はぜひ手を挙げてください。少ないの半分もいないぐらいでございますか。これから見るんじゃろうな、この頃は。皆様、我らのこれからの PR で皆様にここが見どころだよというのをですね、たくさん感じていただいて、そしてその後足を運ぶということでございましょう。ということでしょう、ということですよね。ありがとうございます。で、もう見たっていう人もまた見に行くってことですよね。ね、あ、そういうことだ。ありがたい限りでございます。私マイクないんですけど聞こえてますか？大丈夫ですか？お客様聞こえてる？お主は多分後ろ向いたままでも聞こえてるから大丈夫じゃん。すごい響くんですよね。おはい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、PR はこのまたはいまとめて、ぜひですね、はい、皆様他の今日お揃いの立花家様、黒崎様ともご一緒にお話したいと思います。我らの演舞は一旦、ここまでということでございましょうかね。はい、今日という日を共に楽しんでまいろう。我らの演舞ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に素晴らしい、かっこよい演舞でござりました。初めて見ました。まだもっと見たい気がする。そうじゃな、もう見ます。時間は大丈夫か。むしろ今日明日が気にしようぞ。では続いて参りまするか、お前様。そうじゃな。続きましては、ここ福岡がお膝元、平成最後の本格派武将隊、福岡おもてなし武将隊の皆様方です。どうぞ。どうぞお越しください。そしてわしが福岡藩初代藩主、黒田長政。あと長政様ですよ。大きな拍手を。動画を作ってくれた方でございます。さあ、この日はこの合同演舞、柳川、仙台、福岡、皆々様と出会えてわしは大変嬉しく思っておる。そうなんですよ、福岡市160万人都市なのに、皆様どころかたくさまのたくさんのゲストのおかげで、なんと今日こちら200万人お集まりでございます。ゲン、お前もマイクないのか。皆様大義でございますぞ。ありがとうございます。たくさん来てくれてありがとうございます。マイクできたの。それでは我々福岡おもてなし武将隊、初めての方もいらっしゃると思うので、うちのおしゃべり商人のゲン、説明をいたせ。はあ、チェック1、2。はい、私たち福岡おもてなし武将隊と申します。2013年大河ドラマをきっかけに福岡黒田武将隊を結成し、紆余曲折ありまして2019年から活動しております。私たちのモットーは福岡の観光振興、地域貢献、そして福岡の皆様にはもっともっと福岡を大好きになっていただき、そしてあわよくば私たちをきっかけに、私たちの愛に全国津々浦々、そして世界中の皆様が福岡に集まってくださることを願って、かみながら説明しておる次第でございます。長政様、お返しいたします。ちなみにじゃが、今日遠方から来られたという方は
いらっしゃるの。旅割りは使ったか。旅割り。一説によると、はい、旅割り、我が父上の作とも言われておる。諸説あります。天才軍師ですよ。諸説あります。今日は勘弁様はおりませんが、この福岡を作った男と呼ばせていただきますよ。黒田長政様。こちらおりますからね、皆様、今日はたくさん写真を撮っていただきたいと思います。先日テレビ出演をさせていただきまして、あの中島智子様からイケメンと言われておりました。見どころはもう見た目でございます。ケストレートじゃない。見た目でございますぞ。さあ、それでは参ろうか。は、我々の演舞を披露いたします。戦いで最大の功を挙げ、福岡52万石を築いた我こそは福岡藩初代藩主黒田長政。大間の国から伝統文化の博多の町へ、黒田家御用達商に博多屋兼押して参る。さあ皆様、本日は福岡市博物館へようこそおいでくださった。皆の援軍大変大義であるぞ。それでは行け、参るぞ。はっ、おー、スイッカスイッカ手拍子。はい、ありがとうございます。よっしゃー、よっしゃあり、宗茂様はとても体格の良かった武将
象であるということが分かるものでござります。確かに大きかった。そうなんじゃ、ちょっとよりしろはあれなんじゃが、違う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 、シュッとしただけです。当時は175から80ぐらいあったそうでござります。ちょっと新刊の方は体格がすごく良かったんじゃ。そして宗茂様は戦国時代のファッションリーダーと言われるほど、流行に敏感の方であったようで、こちらも合わせてぜひご覧いただければなと思います。お前様からは何かわかりますか。そうじゃん、お疲れ。塩釜松島の屏風、塩釜松島の屏風、この屏風は六姫が大切にしていた。ここにこの場所が、わしの息子、二代藩主忠重、正直の孫ですね、長くに乗る綱に向かえ、夫婦仲むつまじく幸せな家族を作り、なんと七人の子を設けてくれた。その後の立花家繁栄の礎となったのじゃ。そしてその二人の娘六姫は、黒田家に嫁ぎ、福岡藩四代藩主黒田綱元殿の正室となり、黒田家の治世を盤石に戻したのじゃ。バベロの家は現在までも我らが受け継いでおるぞ。下の鏡の親戚なんじゃな。そうなんじゃ。そして思い出しがバベロ、この鍋姫というのはわしの孫で、三代藩主の姉にあたるわけじゃ。仙台藩、三代藩主だから、その三代藩主の時代に立てければ一番大きなお家騒動、立て騒動がござりませれば、その時にはしばらくにも大変ご苦労かけました。助けていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ぜひ、伊達家、黒田家、橘家のつながりを見ていただければと思います。我らからは以上でございます。以上、以上。伊達からの勧めといえば、やはりわしもこの具足を見てもらいたい。伊達家は黒漆五枚堂具足、こちらの丸みを帯びた鎧とは違って鉄板が五枚でできておる。今回の展示で面白いのは具足、そして陣羽織。展示の後ろに鏡がついておって、表も裏もよく見える。具足に関しては一つで囲まれておるので、横からも背面からも覗くことができる。そういった細かいところまでじっくり見てもらえればわしは嬉しい。まずは伊達もファッションリーダーとしての自負がある。伊達家所用の水玉模様陣羽織、これは現代にも通ずるセンスの良さとわしは心得ておる。あと、この度この藻庭綱元を連れてきたんだが、わしは自分で手紙を書くことが大変多かった。当時は郵筆といって代理の者に書かせるのが主であったが、わしはこの綱元によく手紙を出しておった。今回も綱元にあった手紙がある、はい、どういった内容でございますか。今日は二日酔いで調子が悪いという手紙を恥ずかしながら持ってまいった。福岡の食事が美味しかったからですね。おはようね。あともう一つ、よろしい、ガッツからよろしいですか。はい、皆さん、声聞こえますか。すいません、申し訳ございません。私、長谷倉六右衛門常永、400年前、政宗様の命でヨーロッパへ行ってまいりました。メキシコ、スペイン、そしてイタリア。イタリアに行った際に、拙者長谷倉常永の肖像画を描いていただいたんですね。その肖像画、日本に持ち帰りまして、実は私ね、息子の代にね、息子を切腹でね、死んじゃってね、それで一度は長谷倉家途絶えるんですよ。だから孫が生きてたのでね、その後復活するんですけど、私が持って帰ってきたものはみんなね、没収されちゃったんです。仙台藩のキリシタン改め所というところに。ただそこではですね、やっぱり政宗様の使いで行った常長の、持って帰ってきたものだからということかですね、大切に保管されて1年に1回虫干しされてたのね。で今にも伝わってるわけですよ。全部国宝に指定されております。ありがとうございます。ありがとうございます。それが今回の展示
私の肖像画は全期展までということで今日まででございます。今日までこれでよかったな、よかったな、本当にお見逃しなきように皆さんどうぞこういうふうにねこう祈ってる姿が描かれておりますのでね、はい、私からは以上でございます。現存する日本人の油絵としては最後のものそれ言います。どうもですね、実在する日本人を描いた西洋画油絵油彩画としては現存最高、現存最高級と言ってもいいんじゃないかと思いますけれども、正確なことはあれですけれども現存最高級というふうに言われておりますので、私ね日本人で初めてチョコレート食べたんじゃないかとかねいろいろ言われはあるんですけども、そういうねものでございますのでぜひご覧いただけ、ちょっと短めでございましたけれどもこの辺に長いわ、はい、その辺もよく見るとな横の縦に筋が入っておる、はい、はい、これはキリシタン男性のために一度折られたのではないかと思われる、なるほど、歴史の流れなども汲み取れる絵じゃからじっくりと見てもらいたい。黒田様からは、あ、じゃあわしからも短めに一つだけ、やはりな見ていただきたいのは、はい、わしが実際に関ヶ原で着た甲冑じゃ。おお、まあ、ちなみにな注目してほしいところは兜、うん、実はな鉄板の四角い大きいのがドーンと乗ったようなそんな兜、一の谷兜、一の谷兜な、それをな一の谷の戦いの地形を表したと言われておるな。一の谷の地形、どんな地形ですか。それを銀が説明する。崖です。断崖絶壁の崖、こんな感じのよ、馬でも言えないだろう。心が馬で生きる戦いなんです。お源平合戦、一の谷の戦い、源の義経様、お鹿が追っていた、じゃあ馬でも行けるだろう、馬でも入れました、裏に回れました、大逆転勝利です。これを関ヶ原の合戦前に免疫物として担ぎまして、関ヶ原で大いに暗躍しまして、何ヶ月かかるかわからないと言われた戦い、一日で終わらせたのは黒田長政様でございます。派手だね、さっき言ってましたからね。これがこいちゃんぐらいですから、カブトかぶると風大変かもしれませんね。はい、いやでも素晴らしい。私からは以上でございます。ありがとうございます。はい、あ、先ほどご案内されてた塩釜松島寺廟部、あれいいですね。あれ見事じゃない、あの前でずっと観光 PR トーク400年前から松島はもう観光名所なんだ、そして霊験新たな地でもあって、ただ今と400年前とでは建てられていた建物も微妙に違って、その差がこの図屏風を見ると分かる。塩釜神社って有名な神社があるんですけど、あれね政宗様のひ孫の4代綱村様の時に作られたのが今の社殿なんです、うん、ね、それが政宗様の時代に政宗様も作ってるんですけれども、それが描かれてるわけですよね、政宗様のお孫さんの時代に描かれた、描かれたというかね、伝わってるものですからね。だから、あ、これが400年前の塩釜神社かと思いながらね見ておりましたけれども、あ、私喋りすぎなのでそろそろ、ありがとうございます。ではこの後は、はい、何か若き姫たちが来ておられる、はい、こたび、この博物館での展示、それに合わせて我ら伊達はララポート福岡にて伊達の仙台いいものフェアというものを開催いたしており、その紹介をでは森の都親善大使にお願いいたそう。2022仙台森の都親善大使佐々木佳音殿、こちらへお越しあれ。ではよろしくお願いいたします。全国有数のにぎわいと魅力を誇る都市福岡県にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。2022仙台森の都親善大使の佐々木佳音と申します。本日は少しばかり PR をさせていただきます。お願いします。私たち仙台市では本日の30日日曜日までララポート福岡にて仙台市観光物産展伊達な仙台いいものフェアを開催しております。物産展の一つは仙台市が誇る各種名産品、スイーツ、お酒をはじめ伝統工芸品や雑貨などもお買い求めいただける、福岡にいながらにして仙台の魅力、伊達な空気感をご実感いただけるイベント内容となっております。加えて、招待の皆様のステージ、
登場もございます。あの PR ステージも行いますので、皆様ぜひともららぽーと福岡1階メディアパークへお立ち寄りください。最後に仙台市の PR をさせてください。仙台市と福岡は直線距離でおよそ1000キロ離れていますが、飛行機だとおよそ2時間あっという間に着いてしまいます。仙台市には仙台七夕祭りをはじめ、魅力を誇るイベントがたくさんございますし、牛タン、ずんだ餅、笹かまぼこといった、食の魅力も豊富です。そして何より新緑と花々が美しい街です。皆様ぜひ仙台市へお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。はい、ありがとう、ありがとうございます。これからの季節じゃと、ちょうど紅葉が始まる季節じゃ。先ほど申した松島も良いし、仙台の市内も綺麗に色づいてまいり、ぜひ仙台でわしらにおてなしをさせてくれ。さて、さすれば、せっかくこうして武将隊が集うたのですから、仙台宮城の歌と踊りの演舞を共にやってはいかがでしょうか。ぜひお願いいたします。観光の魅力を詰め込んだ仙台宮城に御在院音頭という歌と踊りじゃ、はい、簡単なもので見よう見まねでもできる上、皆で待ってまいろうと。仙台宮城に御在院音頭、音曲始め。仙台宮城に御在院音頭の歌詞に仙台宮城の良き人物が入るということになります。御在院とは仙台宮城の言葉で来てくださいという意味じゃ。さあまずは一番秋風そよぐ仙台、青葉通り抜けて広瀬川渡る仙台城であり、ずんだ餅食べようか、牛タンにしちゃおうか、まずはまさむです。我らの写真を収める時の掛け声は、せーの、ずんだ餅。1月の27日までということで、はい、ぜひご覧あれ。もしは一つだけ心残りがある。何でございますか。柳川に行っていない。
ぜひ来てください。間に合います。いや、間に合いそうです。あ、じゃあ今から、ね、この後7ポートがございます。そうだった。12時半から演舞がございます。そして今宵の9時にはもう船内に着いておりました。あー、早いですね。またの機会にぜひお待ちしております。ありがとうございます。今日はこの後こちらで何かご用事があるというふうに伺っておりました。2時頃より、宗重様の兜の、はい、着装体験をしたい。7ポートは大丈夫。整理券をぜひ受け取って、はい、来ていただければと思います。そして私たちは、写真撮影の採用もいたしますので、ぜひぜひお声掛けいただければと思います。それまでぜひ展示室をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、はい、伊達武将隊と福岡もてなし武将隊、そして森の宮家神殿大使、我らはですね、12時半と2時にララポート福岡で、ステージがございますので、こちらには来れないんですけどもね、ぜひね、はしごしてください。はい、お願いいたします。ぜひお願いいただければと思います。どら焼き美味しかったですよ。はい、どら焼き美味しかったです。ぜひ食べてほしいですね。ありがとうございます。いやいや、はい、せっかくこうして揃っておるので、ね、みんなでグッとなって無事に写真撮ってもらって、ぜひともお願いいたします。この3体だけで集うのは初めてじゃないですか。そうじゃない。ゲットはやりますよ。はい、センスだから今でも構いませんか。もちろん、もちろんでございます。では客人の左手側から、はい、まずはそちらに構えようと思います、はい、では参りましょう。仙台での掛け声はずんだ餅。せーの、ずんだ餅。はい、ありがとうございます。取れておりまするでしょうか。可愛く撮ってくださりませな。じゃあ、こちら行きます。はい。では、そちら側。じゃあ、右側ですね。端のものは、こちらの。はい。では、せーの。ずんだ餅。こうして皆が収めてくれることなら、令和の世でわしらが共に生きて、共にこうやって足を運んだという証になる。これを刻みつけ、またそれぞれの地へ遊びに来てくれ。ございます。真ん中参りましょう。さあ中央、せーの、善良の地。さあ撮った写真はそれぞれハッシュタグをつけて拡散をよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあ大変恐れ入りますが、私の方でも撮らせてください。何用でございますか。何用でございますか。はい、参ります。せーの、ずんだ餅。ありがとうございます。写真を撮っている長谷倉の写真も撮ってくれ。もっとだけいいですか。はい、サンタさんの同世代、ね、ちょっと撮ってもいいですか。いいですか。小旅の実は公開を兼ねている。兼ねてはいない。せーの、ずんだ餅。はい、ありがとうございます。はい、やったりしたー。あ、伝えてくれ。また、はい、ありがとうございます。では、これでもろもろはしまいでございます。昔の強い中、ご覧いただきありがとうございました。この中は、この後は天井をゆるりと見てまいりましょう。店内では、一度にはお目にかかれる品々ばっかり。貴重な機会、逃してないぞ。では、最後は共に勝ち時を上げてまいり、右手を掲げ、永遠行こうと三度声を上げる。強い神みなみなは、声は出せずともその拳と、魂で我が声に応える。ここに集いし、皆の検証と、仙台、福岡、柳川、ますますの発展、さらなる交流を祈念いたして、勝ち時じゃ、いざ！えい！えい！おー！
カニのお宝とされています。昔福岡、当時は福岡という名前になったばかりですね。でもその地域はまだ福岡とは呼ばれていたかどうかが怪しいところ、鹿の島という地域がございまして、百姓の方が一生懸命田んぼを掘っていたらそこから出てきたそうです。金色の何かが出てきた、これは何だと思いまして藩校のところに持って行って、そこに亀井南明様という方がおりまして、藩校の校長、その藩校を作ったとてもすごい方、あちらにですね、あちらお寺にあります、お寺の中に螺鈿細工が貼られましたありまして、そこに、持ち込んだら、わあこれはすごかない、なんやこれ、いろいろ調べれば調べる方と本当にすごくて、お殿様に献上して、これどうやらとんでもないお宝です、この国のお宝になりますよというところの話なんですね。何がすごいかと、私たちもし金銀拾ったらどうします。でも福岡の甚兵衛さん、拾ったものをまず分かる人であろうところに相談して、そしてすごいものと分かったらそれがお殿様に持っていかれたんです。自分の方から、これは黒田官兵衛様から始まります、この福岡での黒田家、皆様の民の心を汲み取るためのお椀の兜、それが代々黒田家に伝わりまして、民の皆様からの信頼厚く進んだ黒田家の歴史がこの金印が国宝に至っていると思うんです。個人所有じゃないし、それが国宝であるということ、これがこの心が福岡の宝だと私は思うております。後で絶対見てくださいよ、お願いしますね。ありまして、お話聞いたことありますか。三名槍というのがある中で、実はもう残ってない槍と刀身しか残ってない槍と、そしてここにある日本号の3つの槍なんですけど、ここにあります日本号は全部あります。当時のもの、そのままのものがついています。しかしこの日本号、本当に素晴らしい槍なんですけど、ここでしか絶対見ることができないんです。この後いろいろな槍が展示会がありまして、刀剣が集まる催しがあってもこの日本号は貸し出すことができません。螺鈿細工と申しまして、柄の部分にですね、貝の裏を剥がして貼り合わせたこのようなものになってるんですよ。これが動かすと剥がれてしまうので、ここの博物館から持ち出すことができないんです。なのでこの日の本一の槍日本号を見るためには福岡に来るしかないんです。そして皆様その福岡に来ていただいてるんです。なので絶対見て帰ってくださいよ。この槍もですね、本当に福岡の心が詰まった槍なんです。大きな逸話ではない、もう実話なんですけれども、森田兵様という官兵衛様同世代の、家老の方が使者で行った時にお酒を飲むなと言われていたのに、九州から来てお前酒飲めんとや、なんや拾った音ね言われて、こんな杯にたくさんお酒を継がれてこれ飲めたら何でもやるばい、まあ、本当は広島なんで そういう言葉は使ってないんですけど福島正則様にからかわれまして、なんや飲んでやるばい、本当は兵庫出身なんで博多弁じゃないんですけど、飲み干しましたら、じゃあお話の通り何でもくれる言うだけな、損やりくれよということで、日の本一の槍秀吉様から預かったと聞いています。この日本号がもらうんですね。そして黒田家の宝になるんですが、この後なんです。黒田家の宝になりました後、紆余曲折ありまして売られてしまうんですね。個人の所有物として売られるんです。そしてそれを買った方がいて、それを渡した方がいて、しかしこの福岡を愛する人たちの気持ちが強くてですね、回り回って安川電機という企業が福岡にございましてね、こちらは当時炭鉱でとてもお金がありました。そこのところがなんとか買い戻して、お金をはたいて3回ぐらい人の手に渡った大きな槍をなんとか買い戻した、そしてここにあげたんです。個人所有じゃなくて、これは日本の宝だから福岡の宝であってほしいというところで、ずっとここにあるんです。素晴らしい話だと思いませんか。なのでこの後絶対日本語見て帰ってくださいね。ではまもなくお時間だと思いますので失礼いたします。ありがとうございました。